前田殿の「どこでもキャッチャー」コラボ中、わしとキャッチボールしようぜ。毎度です。改めまして、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。新年の挨拶はパリッとした形でやらせてもらいましたけども、もう早速ですね、ファイターズ OB として2021年ファイターズどんな戦い方してほしいというね、プロ野球解説者岩本の思いを皆さんに伝えたいと。ファイターズ優勝構想。そうそうそう、優勝構想、その通りですね。そうそう、希望的観測が主です。はい、得意です、私これ。来ました。まあ、ただファイターズと言いますと、石川選手と、はい、有原選手が抜けると、ファンからすると不安というのは正直なところです。大きな穴は大きなチャンスに変えなければいけない。2021年のファイターズ、こんな野球見れたら面白いかなっていうのをいろいろ考えさせていただきました。見せましょう、いきなり。おびっくりでしょ、1番太田。まあこれ2020年のシーズンでもちょいちょい見たオーダーだと思うんですよ。でもね、1番バッターのすごく素質があるなと。1番バッターとしての機能っぷりが良かった。まあそこそこ早打ちだし、彼のウィークポイントが目立たない。ダブルプレー、バットを出すだけに2番とか任せられてる時に、まあ、1番がせっかく塁に出たのにダブルプレーでチャンスがなくなってしまったということがよくあったんですよ。スコアブックにもよく書いた。1番バッターとして塁に出ることを重んじた時に、彼の積極的にバットを出す姿勢と彼の得意のヘッドスライディングなどなど、彼のストロングポイントがすごい輝くと思って、1番迷いなかったですね。2番にコンちゃん、もう何がって追い込まれた時には左方向にもしぶとくヒット打てるし、甘いボール入ってきたら右方向にガーンと引っ張れるでしょ、はい、左方向に流せるは右方向にも引っ張れられる。1番の太田が塁に出ると1、2塁間広くなりますよね、おのずと守備体系が。こんな狙ったかのように1、2塁間ガーン引っ張れるのがコンちゃんの良さなんですよ。これチャンス拡大。ほんで3番に中田、これびっくりでしょ。これね、ちゃんと栗山監督と中田翔の中でミーティングを終えたと仮定してですよ、これは右打者と左打者のバランスと清宮幸太郎がしっかり機能してくれるものをキャンプで見せてくれた、オープン戦で見せてくれたと、僕は希望的観測をここに一番置いて喋ってます。清宮幸太郎が3番というきめ細かさも少し求められる打順じゃなくて、4番バッターランナーを返すんだ、そして長打が求められるんだという特化した目的を持ったバッターとしてそこに置きたいんですよ。でその4番バッターのあり方をチームの先輩中田翔、そのあり方を見てた清宮ですから、何か感じて2021年もうかなり様変わりしてくれると思ってるんですよ。でそこで太田が、近藤が、中田がしっかりチャンスを整えてくれた、チャンスをものにしながら整えてくれた、そのチャンスを相手チームのバッテリーと相手チームの全体の心を折るようなバッティングを見せてくれと、すごい希望的観測で4番に清宮を入れました。そして期待のホープですよね、サードに5番野村。そこ野村なんですか。野村、あ、やっぱね、2020年彼の希望な姿見て、長打力もあればクラッチ要素持ってるんですよ。そのチャンスをつかみ取る要素も持っている。それを見て、わあこれ新しい風が吹くなと思ったら怪我をして手術をして戦線離脱で、シーズン終盤に帰ってきた時に鈍ってなかった、怪我が癒えたらすぐ結果出した。ええバッターやば。中田、清宮、野村、この3人並んでるだけでゾワゾワする、ゾッとはしない。もう希望的視野でうおーと胸躍る。ポジションについてはまた後でしゃべります。 NKN 打線ですね。 NKN、まあ、並べたらそうやば、難しいやんか。ほんで6番にロニー・ロドリゲス、もう一回言います、ロニー・ロドリゲス、ラッパーや。彼のその売ってるシーン動画でよく見たんだけども、中田、清宮、野村に神経を使った相手バッテリーが、まだここにもロドリゲスがおるんかいと言われるような存在だったりします。あえて上位よりも、まあ、中軸あたりちょうどええとこに、これね、7番に入ってる渡辺亮と調子によってちょっと変えてもいいぐらい、これ同じ右バッターだし、まあ、クラッチ要素を持ってるという2人の特徴を考えた時に、鍋量が調子良かったら6番でいいんですよ。で5番でもいいんですよ。この野村、ロドリゲス、渡辺の打順はシャックルありです。ロドリゲスがクリーンアップに行くことはないです。5番もありです。彼がハマるかどうかもまだ全然僕肉眼で見てないんで、一応6番って控えめに置いたけども、ほらもうカンカラカンカラ打つようやったら、もう中田、清宮、ロドリゲス、これももう胸躍るでしょ。
うん、バキバキ打つと考えて。レアードみたいな投手ですか。なってほしいね。でもレアードは時間かかったからな。かかってましたもんね。もういきなりもうパーンともうリーそこで答え出してほしいやんか。打線のつながりなどはその調子で監督が決めてやるだけで、そんなにね、ここで絶不調が変なハマり方しないということ、この3人を僕並べた理由はそうです。でも8番はキャッチャーの清水がいて、読みのいいバッティングしてくれればいいし、やっぱり求められる正捕手と呼ばれるにはバットも効かなあかんので、8番というちょっとゆったりとした打順で自分の良さを出してくれればと思いますよ。9番の平沼、ショートストップの争いすごいですよね。すごいんですよ、ええ、2020年のシーズン終わっての段階で公式戦の姿を見て、今平沼にすごく見通しがあるということで僕は喋ってるんですよ。で、平沼左バッター、はい、積極性もあります。彼が機能すると1番に打順がもう1回帰った時に、平沼、太田、近藤、中田、清宮で 次の野村までジグザグ出せる。で、まあまあ、 あの5番、6番、7番、8番とこう右が続いてると言いますけども、ここはね、あのメンバーの変更で調子によって、で監督のひらめきによって変えていくとバリエーションが変わりますから、少なくとも太田、近藤、中田、清宮、この打順は変わらないような強さを出してほしい。だ相当強いと思う。で、打線でこれで面白みがあるでしょ。チャレンジゾーンも設けることはできるし、シャッフルできるゾーンを作りながら、ここは固定してくれよという上位打線ですよね。まあその強さを出すことができると、得点能力の高い打線となると思うわ。まあまだまだ平沼にしても野村にしても、チャレンジゾーンで競争でここに違う選手の名前があるかもしれないけども、まあ今現在の希望的観測でいうと、このメンバーって面白いんじゃないかと思いますよ。ほんでポジションでいうと、まあ西川が抜けたセンター、太田大志魅力ある。外野視野広いんですよ。よく考えて、いつもね、こうポジション守りながら内野手の動きとかバッターの特徴を捉えて、ポジショニングを細かく変えてるのは太田。これがセンターから野球を見た時にレフトやライトとコミュニケーションを取れるんじゃないかと。ほんで中田がレフト、これも面白いでしょ、はい、彼はファーストでゴールデングラブ取ってる選手、外野手でもそれに値する選手、レフトうまい。で、清宮を育てたい。清宮のこうちゃん外野守れるか言うと、すいません守れません。でも中田はどこ守らしても一流のプレーするんですよ。だったら栗山監督と現場がちゃんと中田と相談して、3番レフト中田どうやと、優勝するための条件に挙げられるかもというぐらい、あの彼に4番のこだわりが、まあ彼はね、チームの戦略であればちゃんとそれを受け入れる野球人やと思ってるんですよ。3番レフト中田ってすごくポイントになると思う。僕は勝手にそう思ってます。はい。で、コンちゃんゴールデングラブ、肩も強い。打球が飛んできて自分が何をするべきかという嗅覚の鋭さもある。外野手、スーパー外野手が守るポジション、ライトと言われてるんですよ。僕コンちゃんそこでいいと思う。レフト中田、センター太田、ライトコンちゃん、めっちゃ強い外野手帰ってきたよ。鉄壁の外野陣を持つファイターズが強いですもんね。強いです、ミスですから。西川も守備範囲広かったけども、まあスローイングの強さといった意味では、まあ、ちょっと違う部分があった。投げるのも強い、守備範囲もしっかり期待できる外野が揃ってる。楽しみでしょ、このオーダー。さあピッチャー、開幕投手は噂に言ってもらいます。はい、もう文句なしです。文句ないですよね、はい、そこは。はい、ただ気になるのが、はい、そこに紙が貼ってあるんですよ。僕はね、かねてからファイターズ先発ピッチャーをしっかり作ってくれと言ってるんですよ、はい、先発ピッチャー、主な先発ピッチャーとして彼らにはもう絶対にもキャンプからそこにチャレンジしてほしい、そして結果も求められますよという布陣を。わあ、一番のポイントのところにちゃんと磁石がいくようになってるやんか。吉田、金子、バーヘーゲン、ロドリゲス、川野、上原、他にまだ先発ピッチャーとしての名前上がる選手いますよ。西村にしかりですよ。やりたい選手いっぱいいる、まあ、ここ西村書いてもいいぐらいやったかな。まあでも彼の場合はフル回転のリリーフもできるので、マルチな要素を求めながら先発ピッチャーを、言うたらもう先発しかできへんぐらいのピッチャーよ、ここ今名前書いたのは。ここ名前書いてんのは、まあそれ必然でやってくれということ。吉田のコーチの輝かなあかんで、金子千尋身体かけて先発挑むでしょう。バーヘーゲン、日本のプロ野球でかなり腕上げた研究熱心や。ロドリゲス、タイプで言うと先発ピッチャーでのらりくらりがいい、うん、リリーフで出ていってももうなんやちぎっては投げすると持ち味出えへん。川野、左のエースって呼ばれてくれよ。上原、川野と争ってくれよ。今見ただけでも噂は吉田、金子、バーヘーゲン、ロドリゲス、川野、上原、7人、これまだエクストラ入ってくると10人ぐらいルーキーも入れてね、
まあ、立野もそうよ、掛木もそうよ、名前挙げたらきりないわ、生田目も先発するって言うかもしれん、そういうピッチャーたちが10人以上が先発ピッチャーとして競争してもらい、開幕するときに6人以上見通しの立つ先発ピッチャーがいると開幕ダッシュ成功する。そういうファイターズであってほしいね。まあ、あの打順並べたのは、まあ、僕のもうほぼ希望的観測と、これぐらい抜本的な大胆な構想改革をしない限り、ここ数年苦しんでるファイターズをガラッと変えることはできないということを岩本は述べさせていただきます。ファイターズのファンの皆様、プレイヤーとして16年、解説として16年目を迎えた岩本勉の意見に対してご賛同をよろしくお願いいたします。前が起きる。